今日はですね、包丁の研ぎ方、包丁ですね、包丁の研ぎ方すごく大事です。切れない包丁で、指を切ると痛いです。切れない包丁で、指を切ると痛いです。で、切れる包丁で切っても、すぐに治りますし、切っても痛くありません。ではですね、包丁の研ぎ方やりたいと思います。日本ではですね、こういった、砥石というものを使うんですけど、こういったですね、これ大きい方なんですけど、こんな大きいですね、砥石というものを使うんですね。砥石というものを使って、研ぐのが一般的です。で、ちょっと便利なやつだと、こういう両刃のやつだと、こういう風にするだけでね、研げる、道具が売ってるんですけど、あれだとね、あんまりね、こう切れるような包丁にならないんですね。ですから、こういう砥石を使うのが、おすすめできます。ですが、皆さんの国ではこの砥石というのは、あまり、一般的ではないので、今日はこの研ぎ棒、まあこの砥石で研ぐ研ぎ方も、説明するんですが、紹介するんですが、この研ぎ棒で研ぐ研ぎ方を、主にやっていきたいと思います。とりあえずですね、この砥石での研ぎ方なんですけど、まず、水ですね。水をね、こういうふうにこうかけるんですね。で、どん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 ね、これ石だから吸っていっちゃうんですね。これわかりますかね。ずーっと吸っていってます。で、この砥石のね、使いにくい点というのは、これ水を吸っていっちゃうんで、ここね、常にウェットにしておく必要があるんですね。ウェットにしておく必要があるので、常にここを濡らさなくちゃいけない。これがちょっと難点です。砥石の難点です。ですから、こういうふうに水を用意してですね、水をこうかけながら、これ吸ってっちゃいますね。これ吸ってっちゃうんですね。こういうふうにかけてもですね、見ててわかりますかね。どん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 吸ってっちゃうんです。あ、だんだん吸わなくなってきたですね。こういうふうにだんだん吸わなくなってきたら、これ砥石の、出番ですね。でですね、この砥石で研ぐときには、こういうふうに、接地面を当てますね。こういうふうに接地面を当てます。で、角度を決めたら、同じ方向にこう包丁の角度を変えずに、包丁の角度を変えずに前後に動かすんですね。前後に動かします。で、ここでポイントなんですけど、僕今右手でこうやって握って、左手をこういうふうに置いたんですけどね、左手で置いた指のところだけ研ぐ感覚ですね。ですから、今指を2本置いてますけど、2本置いたところだけこれ研げてるんですね。ここだけ研げてます。で、1本置いてたところよりも、置いてなかったところですね、置いてたなかったところに移して、また同じ角度でこうやって動かすんですね。で、砥石が、乾いてきたら、これ今水分がなくなった状態ですね、乾いてきたらまた水を足して、で、また同じ角度で研いでいきます。同じ角度で、で、ここが研げたら、もう一個押さえてなかったところですね、押さえてなかったところを押さえて、
で、この左の指を置いてるところだけが研げてる状態ですね。これあくまでも同じ角度です。で、次に、ここが研げたら、もう一個ずらして、こういう風に研いでいきますね。で、水気がなくなったんで、ここに水をちょっと足します。で、また同じところですね。また同じところをこうやって研ぐ。で、またずらして、こうやって研ぐ。で、もう一回ずらして、こうやって同じところを研ぐ。で、砥石が乾いてきたら、また水を足して、で、また同じところを研ぐ。で、ずらして、先っちょを研ぐ。これがですね、基本的な研ぎ方です。角度を変えずに同じところを研ぐ。これが基本的な研ぎ方ですね。でですね、皆さん、これ包丁を見ていただければわかるんですけど、こういうふうにこうカーブしてますね。カーブしてます。このカーブをカーブのままずっと減らしていくっていうのが理想なんですね。カーブのまま理想、減らしていくっていうのが理想なので、これどうやるかというと、ここの根元のところはピタッと、まっすぐですね。まっすぐ。でですね、だいたい半分ぐらいですかね。半分ぐらいまでは、同じ角度でいいんですけど、この半分から過ぎたところ、こっからカーブしてますね。こっからカーブしてますので、こっから先に行った時に、ちょっとだけこっちを持ち上げてあげるんですね。極端にやると、こういう風に持ち上げてあげるんです。ちょっとずつ、右側を上げてあげる。極端に言うと、大体3分の1ぐらいのところまで来ましたから、3分の1ぐらいのところに来たら、ちょっと上げてあげる。で、研ぐ。で、この時に、右側のこの角度は変えません。この接地面に当たってる包丁の角度は変えないんですけど、こっちだけずーっとこういう風に上げてあってあげるんです。こうやって上げていくんですね。ちょっと上げて、ちょっと上げて、こういうふうにちょっとずつ上げて、研いでいってあげると包丁の形が変わらずにですね、この基本的な